ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、3年生振り返りの時間ですよ。はい、来ましたね、またね。来ましたよ、はい、ねえ、今3連戦はどうだったんですかね。まあ、いろいろ佳境にも入ってきたしね、うん、パリーグも大変なことになってるし、順位的に、まあ3位と4位が ね、はい、まあ、あとは調子が良かったチームがあんま勝てなくなってきたとか、まあまあそう、まあ確かにあるな、疲れも来てるとかな、うん、そうそうそう、で連勝すごいしてるよっていうチームとかね、はい、あったりしますが、うん、まあ、いろいろあります。はい、ちょっと見ていきましょうかね。はい、はい、やちーちゃんよろしくと、ね、はい、今日もよろしくお願いします。はいはい、セリーグはこうなりました。はい、これね、はい、全部あの2勝1敗になりましたけど、そうだね、はい、広島と阪神は阪神が2勝1敗の勝ち越し、はい、巨人と中日は巨人が2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルトと DeNA は DeNA が2勝1敗の勝ち越しでした。はい、はい、まずは広島対阪神、うん、ね、ピッチャーは玉村、大瀬良、森、はい、阪神の方は高橋春人、はい、門別、うん、大竹というね、全部左か、うん、まあ、はいはい、ね、で1試合目3対1阪神で、初回阪神が先制するんだけど、この日3本のスリーベースを打つんだよね、うん、まあ、珍しいよね、3本のスリーベースが出るっていうのは。スリーベース自体珍しいですけど、まあそうだね、うん、だからまあ先制したのは、まあ、森下スリーベース、うん、サトテルスリーベースで先制ということでね、はい、6番にこの日入った小野寺も、まあ、先頭打者でスリーベースを打つという、うん、まあ、その中で、まあ、サトテルが、まあ、2安打2打点というね、うん、で木浪はその小野寺が出て、うん、ノーアウトランナーサードだったんだけど、梅ちゃんが三振して、はい、で木浪がバットでちょっと引っ掛けるような当たりを、まあ、一塁塁間打ってバックホームできず、まあ、生還したという、いう、まあ、3点の取り方だったんだけども、はい、まあ、広島はねこの日あんまりチャンスがなくて、うん、まあ、7回小園末金が連打で、坂倉の当たりを大山がエラーしたんだよね、はい、でノーアウト満塁になるんだよ。でバッター菊池、はい、犠牲フライ、この後っていうかエラーが出た時点で、まあ、石井に変わるんだけど、はい、石井が頑張ったね、うん、うん、石井がやっぱりこうその後矢野と石原をこう抑えていくんだけども、うん、まあ、矢野三振、石原も三振だったかな、うん、この2、3振ですかね、まあ、2、3振だったね、うん、だからまあ非常に石井が頑張ったなという、うん、まあ、ここで勢いを止めたなという感じがしたね、うん、1戦目は、うんうん、それで高橋遥人、はい、まあ、6回91球、はい、4安打7三振、無四球1失点という、うん、まあ、投球だったんだけども、はい、やっぱ前回投げた時よりも、うん、まあ、安定感も全然あったね、うんうんうん、まあ、それと、まあ、球自体の球速っていうのはそんなに変わらないんだけども、はい、なんかね一つずつそのボールに力が宿ってきてるかなという、うんうん、まあ、そんな感じがしてて、うん、まあ、非常にやっぱりいいピッチャーだなって、勝てるピッチャーだなっていうね、うん、まあ、大山がエラーをして、まあ、ピッチャーが変わっていくんだけども、はい、なんかね、まあ、相手がこうミスしても表情一つ変えずにね、うん、大丈夫ですみたいな、まあ、そういうなんかこう好感が持てるね、うん、うん、でなんかすごく分厚いたところもないし、うん、非常に、まあ、そういう精神的な落ち着きが、うん、ピッチングの落ち着きを生んでるなっていうような感じがしました。はい、はい、で2試合目、2対1、広島、うんうん、まあ、3回ツーアウト2、3塁から、末金が2点タイムリーツーベースね、で、まあ、この2点だけだったんだけども、そうですね、はい、うん、まあ、大瀬良が頑張ったなっちゃ頑張ったんだけどもねで6回森下のタイムリーで1点差に詰め寄る、はい、でここなんだよね阪神の問題点は、うん、7回大山ヒット、前川がデッドボール、うん、島内からね、うん、でノーアウト1、2塁、はい、で木浪、うん、まあ、当然送るんだろうなと思ったんだけど、うん、送れずにこの回を0点で終えちゃうんだよね、うんうん、でまあやっぱこれからはそういった細かい作業っていうのがすごく大事になってきて、うんうん、まあ、岡田監督もこれポンポンとバント失敗してスリーバントどうするかなと思ったらやっぱやらしに行ったよね、うんうん、まあ、だけど、まあ、ミスをしてしまう。で木浪にしたら珍しいの
珍しいのかもわからないけども、うん、ただね1点島内が球速いんだよ。でこう構えた時にやっぱこういうタイミングが合ってないね。うん、球が速いのにもっと早く準備に入ればいいのに、やっぱこうちょっとリズムを取りたいんだろうね。うん、それは分かるんだけど、そのリズムを取ったそこが遅れてる。リズムが遅れてる、タイミングが遅れてる、タイミングがね、うん、だからちょっと失敗になったと思うんだけども、そういう時はもうそういったことはしないでさっと行った方がいいとか、そういう対策はあるんですか？いやまあそれはね、やっぱやり方の問題で、あの人によってね、うん、タイミングが取れなかったら困るし、うん、だから木南はそういうふうなタイミングの取り方をしてたんだと思うけども、うんうん、ちょっとリズムが狂ったね。まあこれで遅れずに、うん、まあちょっとチャンスをつく潰すと、うん、で8回にも近本ヒット、まあ、中野が送り、森下佐藤というね、まあ、得点圏打率が高いところに回したんだけども、うん、この日は打てる、うんうんね、なかなかねもうあと1本というところでっていう感じですかね。そうだね、まあこの日はね打線につながりを欠いたっていうのは、うん、森下が3安打も佐藤がノーヒットというね、うん、まあ、ここら辺がちょっとちぐはぐしてたかなという感じもするよね、うんうん、で、この日大瀬良5回3分の2 90球2安打3三振3四球1失点というね、うん、まあヒットはあまり打たれなかったというね、うんまあ、そういう投球だったんだけど、ちょっと球数が多いんですかね。まあちょっと多いなこれはね、うんうん、で門別、はい、で5回75球、うん、6安打4三振1四球の2失点、うんうん、まあそんなにね塁上ちょっと逃げ出した部分もあるにしても、うん、まあそんなにね悲観することはないかなというね、うん、やっぱこういうまあ首位とのね決戦で、うん、まあこれはいい経験になったかなっていうふうに思うし、うん、まあ次へ生かしてほしいなという投球でした。はい、はい、まあもったいなかったね、うん、やっぱ ね、 ねこれからねバントできるかできないかってすごく大きくなってくるよ。これはあのなんていうのロースコアなとかあの、ね、僅差な試合が増えるってことですか？まあそうだね、うん、まあそれとやっぱ今年はボールが飛ばないとか、うん、まあいろいろ言われてて、うん、まあ僅差のゲームが確かに多いんだよね。1点差よく終わりますよね。多いよね、うんうん、で点差もそんなにパコパコ開くわけでもないから、うん、やっぱこういうことっていうのはこれからのポイントになってくるね、うんはい、逆を言うとそこを阻止できればチャンスはあるっていう感じですかね、はい、難しいとこですね、ね、はい、はい、3試合目は、うん初回2アウト満塁から菊池がタイムリー、うん、ね、3試合目は5対7で阪神ですね、ま、あそう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 、うんうん、でしかし3回2アウトから、まあ、近本中野の連打、うんで森下がスリーランで逆転というね、うん、やっぱクリーンアップが打つとやっぱいいね。それと森下佐藤大山って非常に勝負強い、うん、得点源打率がいいからね、うんまあ、そこにやっぱチャンスが回ってくるとこういうことも起こしてくれるし、うん、でこのスリーランで終わるかなと思ったら、うん里輝内野安打パスボールで2アウト2塁から大山がタイムリー、うんこのね、スリーランというのは仕方ないかもわからないけども、うんうんまあ、佐藤の内野安打、パスボール、うん、大山のタイムリー、この1点はね、本当に効くわ、うんうん、だから、まあやっぱこう、森下がスリーランで逆転はこの日してるんだけども、うん、まあ佐藤大山のこの、なんていうの、もう1点を取りに行くっていう粘りはね、まあ、すごい広島にとっては答えた1点になったね、うんうん、で4回には近本のタイムリー、はい、で7回は2アウト満塁から大山がタイムリーというね、うんうんうん、やっぱ勝負どころであのまあやっぱ数字っていうのは1年間戦ってきて、うん、嘘をつかないなと思うのは、うん、やっぱ得点圏打率とかやっぱその数字が出てくるけどもやっぱ上位には阪神の選手たちがたくさんいるんだよね、うんうん、だからやっぱこうやってチャンスを作れるようになったらねやっぱ阪神っていうのはあの得点力が非常に上がるなっていうね。なるほど、まあ、そんな感じがしたね、うんうん、で広島もまあ7回に3点返すけども、ね、やっぱりこう大山のタイムリーがね4回まあ、3回か、うん、大きかったなって思うね、うんうん、
それも3回は2アウトから近本、中野が連打で森下3ランだから、なんか2アウトからが長い回になりましたね。まあ、そうだね、うん、それでなおかつその佐藤が打ち大山が返すというね、いうことができたんで、うん、まあ、非常にここら辺でやっぱ流れをこう阪神はこの日は作ったかなという感じがするね、うん、はい、はい、まあ、そういう試合で、2勝1敗という ね、 ね、まあ、一つ詰めるようなことになったからね、うん、広島 ね、 ね、ずっと勝ち越してきてたんだけども、うん、ここに来て阪神にやられたというね、うん、ことになりました。はい、はい、続いて阪神対中日、違う、巨人対中日、あ、巨人対なんかもう多いね、巨人対中日はい、はい、巨人、はい、西舘、井上、うん、菅野で、中日の方は福谷、うん、柳、大野、はい、ね、なんか懐かしい名前も出てきたけども ね、 ね、中日の方は ね、 ね、懐かしいというかなんか、まあ、巨人もそうだけども、ね、まあ1戦目、はい、8対2で中日、うん、が勝ちます、はい、で西舘がプロ初先発、そうねえ、あと思いました、うん、5回99球、うん、6安打1三振、うん、3四球の4失点ということでね、うん、でね、この試合、まあ、初回に岡林が、うん、ワンアウト後フォークを追い込まれてね、うん、フォークをうまくライト前に持っていくんだよね、うんうん、細川は石川にフォアボールを与えるんだよ、はい、それもね際どいところなんだけど見切られてるんだよね、うん、だから手が出なかったっていうボールじゃなくてちょっとの誤差をボールを判断されて歩いていくんだよ、うん、フォアボールになっちゃうんだよね、うん、で宇佐美が外のカットかこれもフォークがちょっと抜けたのか、うん、まあ、2点タイムリーを打たれるんだよ、うんうん、で4回5回にも失点をし、はい、まあこうこの試合を後にまたファームに行けというふうに言われて、うん、まあ、またファームに行くんだけども、うん、あのね岡林にフォークを打たれた、で宇佐美にも変化球を打たれた、うん、そしたらねフォークを投げなくなったんだよね。それはキャッチャーのリード的に、まあ、キャッチャーのリード的にもそうかもわからないけども、西舘がやっぱそのフォークを嫌がったのかもわからない、うん、それはやっぱ自信がないんだよね、うん、また打たれるんじゃないかというか、うん、だけど俺最大の欠点はね、うん、どこにあるかって言ったらホームにあると思ったんだよ。それはねプロ入る前からのことですか。そうだな、うん、いやアマチュアを相手に投げてると、うん、あのボールだとなかなか打てないよ、うん、でもプロって目が超えてるから、うん、西舘はねちょっと体の開きが早いんだ、うん、でボールが見えるんだよ普通よく聞いたことあると思うけどボールを隠して最後、うん、なんかこうピョンと出てくるって、うん、西舘はテイクバックも小さくて本当は打ちにくそうなフォームなんだけども、うん、実際打席に入ったらしっかりボールを見せてくれるんだと思う、うん、だから際どいところを振ってくれないし、うん、一つの三振しかあれだけ150キロ、うん、153キロぐらいまで投げたかな、うん、だけど空振りも取れないし、うん、1個だけしか三振取れてないでしょ、うん、だからねこれはねフォームの修正を絶対しなきゃいけないわ。うーん、これって簡単なことじゃないよね。簡単なことじゃない、うん、これなかなかの作業ですね。いや作業だと思うよ。まあだけどやらないと飯が食っていけないかな。ただそれをすることでねいろいろと今までできてたことが狂ったりすることもあるでしょうに。確かにこれは大変ですね。まあ大変だけども、うん、まだ若いからまあ ピッチャーとしてのセンスがないかって言ったらある。いやだから習得はしてくると思うよ、うん、必ず。だから今年はちょっと厳しいかもわからないもう、うん、でもまあ来年以降から、うん、やっぱちょっとホームの修正がまあ今年のオフからまあ今からだな、うん、入ってまあでも間に合うかもわからないし、うまくね、うまくハマってくると、なんだこんなことでっていう感じで、ね、いけるかもしれない。そうそう、だからちょっと体の開きが早いから、うん、ボールが見えやすい、うん、で一方、うん、福谷、はい、よく頑張ったね久しぶりで、うんうん、6回84球、はい、6安打1三振、無四球2失点というね、うん、まあ、初回2点取られるんだけども、うん、やっぱここら辺はねプロで
何でも飯食ってる、うん、まあ、やっぱりちょっと西舘とは違うキャリアを感じたね。なるほど。だからまあいいピッチングに最後なってったけどもね、うん、よく2点を取られたけども修正したと思うよ、うんうん、でこの試合で岡林4安打、うん、宇佐美が2安打4打点というね、うんうん、まあ、活躍をしたということでした。はい、はい、で2試合目、うん、6対2、うん、巨人、はい、まあ、浅野のホームランで初回先制というね、なんか絶好調でしょ。いやいや、この日はね2番に抜擢されて、うん、どうするかなと思ったら、まあ、いきなりね答えを出してくれて、うん、で結果から言うと浅野がもうサイクル逃しの4安打2打点という。惜しかったね。ねえいやいや本当に、まあ、最後もあれね、レフト線ツーベースのコースなんだよね、うん、で一塁ランナーを回したんだよ、うん、あれね勝ってるから回したと思うんだけど、亀井がやっぱこう三塁打が出たらっていうこと頭に入ってたね、うん、だから強引にね一塁ランナー回してたんだよでこれが浅野がサードまで行ったら三塁打って表記されたらサイクルだったんだよ、うん、まあだけどホームでアウトになってるから、まあ、三塁打にならず二塁打だったんだよね、うんうん、だから、まあ、ちょっともったいなかったけど、まあ、これからね、うん、まあ、なんかこうすごくチャンスもあるだろうし、うん、まあ、浅野の活躍っていうのはすごく新鮮味があって、まあ、楽しく見てるけどもね、本当、ね、なんか伸び伸びとやっていて、はい、ね、若いね、はい、で井上6回3分の1 90球6安打8三振2四球2失点というね、はい、まあ本当に井上見てるとゲームを作れるようになったね、うん、まあ2つのフォアボールっていうのはまあちょっとね、うん、安倍監督が一番嫌うフォアボール、うん、ね、これを本当になくしていかなきゃいけないんだけども、うん、でもなんて言うんだろう、井上見てると、うん、勝つことに勝つごとに向かっていくね、バッター、そういう姿勢が見えてるから、うんうん、すごくいいね、やっぱりすごくいい自信もできてきてるんだろうな、うんうん、で中日は久しぶりの柳、はい、5回78球8安打3三振、3四球3失点というね、うん、ちょっとねやっぱ一時期の柳から比べるとやっぱコントロールに少し難が出てきてるなという、うん、これはなぜかというと、うん、なんて言うんだろうな、やっぱ打たれることの怖さが強すぎる、うん、だからね四隅を突こうとして失敗してるな、うん、だから三四球なんか出すピッチャーじゃないもん、うんうん、これが三四球を出すっていうこと、またそのストライクを取りに行ったら8安打打たれるということ、うん、だからちょっと噛み合わせが悪いかなという感じがするね、うんうん、まあ再調整が必要かなっていうふうには思うけど、うん、で中日には明るいニュース、はい、ね、うん、ブライト・ケンタ、ほうほう、1号ツーラン、そうそう、ねね、立浪政権になっての初めてのドラフト1位かな、そうよ、なんかそうでしたよね、そうだよね、うん、プロ入り初ホームラン、それも代打で決めるというね、うん、まあ嬉しそうだったけど試合は負けてんだからまあ確かに嬉しいかもわからないけども、昔はね負けてる時のホームラン打って帰ってきて、いや嬉しいじゃん本人が、うんうん、喜んでたらお前バカ野郎とか言って殴られて、負けてんだぞ試合とか言われたけど、今の子は追い上げてるからいいんじゃないの、まあ、今のことは今の子はなんか屈託なく喜ぶからいい ね, ねいやいや本当に、うん、まあでもね、ブライト・ケンタ、やっぱり長打っていうのはね、うん、期待されて入団してるから、うん、まあね1号が出たっていうのは、まあ、それをきっかけに、ね、これからねちょっとブレイクしてほしいけどもね、本当ですね、はい、はい、で3試合目、うん、この試合はね2対0、はい、これはね素晴らしい投手戦だったね、うん、まあ菅野7回3分の1 104球5安打8三振無四球無失点という、うん、でまあ塁上ある程度なんて言うんだろうな、まあランナーはいたんだけども、うん、やっぱりね打ち取り方がねうまいわ、うん、まあ、多彩だし、うん、いろんな球種
そのバッターに嫌であろうという球種をよく選んで投げてるというね、うんうん、やっぱ小林も引き出し方がうまいんだろうね菅野、うん、で12勝2敗、すごいね。誰がこの活躍を期待想像できた、想像したかでしょ、力的には2桁ね、うん、勝てるかなっていうのはあったけども、うん、まあだけど12勝2敗で10個の貯金を菅野一人で作ってるというところがやっぱすごいなと思うね、うん、ね。で大野、はい、大野が久しぶりにやっぱり良かったわ、うん、で7回、うん、93球、うん、2安打、はい、5三振2四球2失点という、ね、で7回まで、そう6回までか、6回までよ、あのノーヒットノーランやつ、すごかったね、うん、でモンテスが初ヒット打つんだ、はい、ねその後、うん、岡本倒れた後、坂本、うん、ね、初球のまっすぐだったと思う、まっすぐだと思う、まあ、まっすぐが力あったんだよね、この日、うん、それを5号ツーランホームラン、うん、2ヶ月ぶり、うん、ね、まあ、この2本で巨人が勝っちゃったというねえ、ああ巨人だって2安打2点だもん、そうだね、すごいね、あ、まあ、中日の方はね、まあ、1本出なかったっていう、まあ、それだけだけどもさ、うん、だけどやっぱ菅野と大野、まあ、同級生かなこの2人、そうなのかな、 でねこの投げ合いで、うん、うん、まあやっぱこう一つ違いだ、一つ違いか、大野投手が一つ上なのかな、ああまあでもやっぱりこう、うん、やっぱ味のある投げ合いを見せてくれるね、この2人はね、なんかこうちょっとベテランのね、そうだね、うん、はい、まあ、そういう試合でした、はい、はい、でセ・リーグ最後、うん、ヤクルト対 DeNA、うん、でヤクルト、はい、高梨、高橋奎二、うん、山野で DeNA は吉野、石田、慶、はい、というね、うん、まあ、1試合目5対2、DeNA、うん、まあ、ヤクルト2回オスナーがソロホームラン、うん、3回は村上がタイムリーで2点リードの5回、はい、ね、3回には村上がタイムリーね、うん、まあ、それで2点リードの5回、うん、山本雄大、はい、5号ツーランホームラン同点、すごいね、うん、6回佐野、うん、ソロホームランで勝ち越し、うん、ね、で7回、桑原3号ツーラン、そうよ、で都合5点ということで、すごいね、これもね、みんなね、このホームランっていうのは、うん、まあ、非常に内容があるというか、山本雄大もなんかこうそこを待ってたようなホームランなんだよね、で佐野なんかは、木澤からホームランを打つわけだけども、うん、やっぱツーシームというか、やっぱそれをうまく流してホームランしてるよね、うん、だから技術がやっぱみんな高いなと思うね、うん、で全得点がホームラン、そうですね、はい、で吉野がプロ入り初勝利、はい、ね、よかったね、本当ね、5回91球5安打4三振1四球の2失点、うん、なんか疲労骨折とかね、腰の、ね、まあ、いろいろありながら、そうですよね、うん、ありながら、これあの九州学院なんだよね、うん、あの村上と、うん、同じ学校なんだよね、ね、これ都市的には98年生まれの吉野投手、はい、ね、ちょっと待ってね、はい、98年生まれと2000年生まれ、でも99年の年の村上選手は早生まれなんで、一、うん、つ村上選手が後輩なんですね、あ、後輩なんだね、うん、で村上をマウンド上で吉野が見た時に、うん、ね、でかく見えたと実際でっかいんでしょうけど、まあ、でかいんだけど、まあ、高校の時の印象とかもあるのかな、まあ、まあそうだな、うん、いやだからそうやっぱね、でやっぱでかいよやっぱその実績も含めてね、うんうん、やっぱそれでかく見えるのはしょうがないけども、うん、まあ、タイムリーは打たれたものの、うん、ね、致命的な当たりは打たれてなかったというね、うん、高校当時ではバッテリーとか組んだりしてたんでしょうかね、まあそうだろう ね一つ下の村上選手と ね、まあ、うね、はい、うん、まあこの試合はね、まあ、はっきり言って中継ぎの差、うん、まあ、木澤長谷川が、まあ、ホームランをね
打たれるけども、うん、まあ、DeNA はウィック伊藤、ベンデルケン、うん、森原が、まあ、フォアボールなし、ね、無駄なことしないで、まあ、逃げ切っていったという、ね、まあ、吉野投手も一つなんでね、まあ、そうそう、その一つだけなんだよ、ね、一個だけですよ、ね、だから非常にまとまった投球をね、まあ、みんなが見せてくれたというね、うん、まあ、そういう試合でした。はい、はい、続いて2試合目、3対0、うん、ヤクルト、はい、まあ、3回ヤクルトは西川、長岡連打、うん、ワンアウト1、3塁からサンタナが犠牲フライ、はい、で、まあ、先制するという、うん、で、2アウト1塁から村上の時に長岡が盗塁で、2アウトランナーセカンドになるんだよね、うん、で、フルカウントから村上がツーランホームランを打つという、うん、はい、だから何を言いたいかというと、うん、長岡の盗塁で一塁は空いてるということだ。そうですね、空けたということだ、うん、まあ確かにね、村上の次はオスナで、うん、怖いかもわからないけど、村上はねこの試合で2回と3回にエラーしてるんだ、うん、はい、でこれ得点には結びつかなかったんだけども、うん、やっぱりねそういった選手っていうのはなんとか打つ方で取り返してやろうとか、うんうん、そういうことを思うとやっぱり、ね、フルカウントでねまっすぐインサイドに狙ったのがシュート回転して外の甘めになっちゃったんだよね、うんうん、これは打たれるなとは思ったんだけど、うんうん、まあ、だからルーキーなんのかなって思った石田の投球だったんだよね、うん、うん、まあ高橋、まあ、刑事、はい、うん、まあ、良くなったね、7回112球、うん、4安打5三振、うん、三四球、無四球無失点というね、うん、非常にコントロールもまとまってきてるし、うん、7回に佐野を見逃しに三振取ったボールなんかはこのクソ熱い時に、まあ、7回投げ、うん、まあ、投げ切ったんだけども、あの球を投げれるって相当やっぱポテンシャル高いピッチャーだなっていう、その一球がね改めてね、うん、感じるシーンだったんだけども、うん、まあ、DeNA はこの日は4安打ということで、うん、まあ、反撃の糸口もなかったというね、うん、で石田、はい、ね、勝ちが止まって連敗になりました、はい、で3回3分の2、68球、うん、7安打、4三振、1四球の3失点というね、うん、だからやっぱこう冷静に考えると村上とオスナーとやっぱ天秤にもかけてもいいところだったね、うん、だからもう少し何て言うかな、際どいとこというかさ、なんかこう勢いでいっちゃったって、それを弾き返されたみたいな、うん、まあ、ところがあるから、まあ、これもいい経験にしてね、うん、まあ、次頑張ってほしいなと思うね、うん、はい、はい、で3試合目、はい、これは10対4 DeNA、うん、15安打10得点、うん、DeNA がね、これは高橋さん現地で見てましたね、はい、まあ、初回佐野がツーランで先制、うん、まあ、7回には山田がソロホームランでまあ追い上げると、ね、しかしその山田が3回、うん、山野が2三振で2アウト取った後、うん、オースティンのあたりを山田がエラーするんだよね、はい、で牧ヒット、うん、で2アウト1塁になってから宮崎がスリーランホームラン打たれるんだよ、うん、これにはすごくね、なんかいろんな意味があって、うん、まあ、山田が追い上げのホームランを打ってくれてるじゃない、2回にね、あで、うん、3回立ち直るきっかけっていうかね、うん、まあ、2三振で2アウト取ってるじゃない、で山田がエラーしたじゃない、うん、ここはやっぱそのエラーをした山田を救ってほしかったんだよね、山野に、はい、でここで牧に打たれ、うん、ね、宮崎にスリーラン、もう致命的なスリーランを打たれるとさやっぱ山田もがっかりくるわけよ、うん、ね、確かにエラーする方が悪い、うん、だけどこれからやっぱり勝てるピッチャーになっていくためには、うん、野手の力っていうのは絶対必要なんだよね、そしたら山野がここを全力で抑えたとしたらまた山田が力を貸してくれるし助けてくれると思うんだよ、うん、でまあだからといって助けない、これからは助けないっていうわけではないけども、山田投手もこう怠ったわけではないんですけど、うん、全力でやったんだけど、だけどこういうところっていうのはさ、勝てるピッチャーって絶対抑えるんだよね、うん、やっぱね野手を助けるんだよ、うん、
だからここでね打たれてるようではちょっとあれだったかなっていう、うん、山野頑張れって後輩だし ね思うよ、ね、で5回に4失点をね、うん、もう決定的な4失点をヤクルトの失うんだけど、はい、その前の攻撃で、うん、9番に石山が入ってて、うん、松本で終わったんだよね、うん、でその前にピッチャーを交代させられてるんだよ石山に、うん、でマウンドから降りてきて、まあ、山野が早く降りたもんだから、うん、まあ、石山にお鉢が回ってきた、うん、で、まあ、抑えて帰ってきた。そしたらもう負けてるし、うん、打順が回ってきたら交代、うん、打順が回ってこなかったらもう一回っていうシチュエーションでベンチにいたわけよ、うん、ギリギリ回ってこなかったんだよ、うん、俺はマウンドに上げない方がいいなと思ったの。なぜかというと、うんうん、オースティンから始まる打線なんだよ、うんうん、いやこれやばいなと思って、うん、これなぜかというと貝またぎっていうのはそれじゃなくてもやばい、うん、ね。なおかつやっぱ負けてるし、うん、もう交代したいという気持ちが少しでもあればこの回はやられると思ったら、うん、やっぱ 4点取られてやられたよ、うん、やっぱ心理って働くなと思って、うん、ただし満塁になった時に石山から梶原に、あ、梶原の時に長谷川に変わるんだよね。そう、梶原選手が打席の時に投手が石山投手から長谷川投手ですね。そうそうそう。ただ過去のデータ見ると長谷川に対して3打数3安打なんだよ、うん、梶原選手がね、うん、でこの日も走者一掃を打たれてもう決定的な点を取られてるというね、うん、これは梶原選手にしてみればやったって思ったのかな。ラッキーだと思っただろうね、うん、その前に石山に三振だったかな、うん、してるだけにね。ここで変えた意図っていうのは何でしょうかね。あ、やっぱり左対左っていうことだろうね、まあ、過去のデータっていうよりも、まあ、左対左を選んだという単純に、うん、なるほど、まあ、それが裏目に出てしまったというね、うん、まあことだけどもね、はい、やっぱり野球ってやっぱ心理っていろいろあるから、うん、ね、まあ一つずつねボールを一球一球投げてするスポーツだから余計、まあ、まあそうだね、出るかもしれないですね、はい、うん、まあそういうセ・リーグでした。はい、ね、まあ順位は後で言うか、今のとこ言うときましょうか。言うときましょうかね。今広島、巨人、阪神、DeNA、中日、ヤクルトという順位で、はい、広島、巨人1ゲーム差、1ゲーム、ね、巨人、阪神、ここはね、そう、巨人、阪神は3ゲーム差、はい、巨人、阪神は3ゲーム差、はい、はい、で阪神、DeNA が 3.5 ゲーム差、はいはい、下 5.5、1ゲームという感じですかね。まあ、まあ、ちょっと阪神はあるけども、やっぱ岡田監督が言ってたのは甲子園に帰ってからだって言ってたからね、うん、こっから勝負だって言ってたから、まあやっと帰れるのかな今度。いやだから来週というか今週かな、火曜日から、そうそうそう、火曜日からはねまだ帰れない、まだ帰れないあ、そうか、帰れないんだ。 DeNA と横浜ね、そうだな、その後、金曜日から帰るんだ。そう、金曜日から阪神巨人で甲子園、まあそしたらもう余計に DeNA との戦いが大事になってくるな、一つね。そうだね、 DeNA はもうここぞとばかりにやり、いやそうだよ、やりましょうという気持ちでしょ。いや3連勝したら A クラスが見えてくるからね。そうですよ、そうだね、なかなかね大変ですよ。 そのあたりは、まあ、でも東とか、ね、そういうのが投げてくるから ね、あ、まあ面白い試合になりそうだね。そうですね、はい、はい、ということで、はい、パ・リーグです。はい、これもう全部2勝1敗のゲームでした。はい、日本ハムとソフトバンクは日本ハムが2勝1敗の勝ち越し、はい、オリックスとロッテはロッテじゃなくてオリックスが2勝1敗の勝ち越し、はいはい、西武と楽天は楽天が2勝1敗の勝ち越しでした。はいはい、はい、いくよ、うん、はい、日本ハム、ソフトバンクね、うん、日本ハムは福島、はい、北山、伊藤、うん、ね、ソフトバンクは有原、スチュワート、松本春というね、はい、ピッチャーです、うん、1試合目、6対5ソフトバンク、ね、はい、でいきますよ、2回、はいはい、清宮レース、連打、はい、もう絶好調だね清宮レースって、ね、うん、で上川畑が送り、マルティネスがフォアボール、ワンアウト満塁から伏見がタイムリー、うん、ね、先生ね、このままバンバン打っ
点取るかなと思ったらその1点しか取れずという、この回はね、そうそう、はい、まあ、しかし3回、うん、まあ、浅間、清宮、あ、連打、うん、でレースが2点タイムリー、うん、で周東が弾く間に、まあ、あの2点目も取るんだよね、うん、この回のね、うん、で上川端、マルティネス四球で水野がタイムリーで4点、はい、5対0ね、ね、あ、ここはもう楽勝だなと思ったので有原もやっぱ日本ハム戦だけにはあんま良くないんだよね、うん、勝ててないんだよ、うん、他のチームがもう10勝同士だよ、うん、でも日本ハムから勝ててないということで、うん、もう5対0、うん、ああこれは楽勝だわと思ったら4回、ね、栗原、うん、山川連続ホームラン、ね、まあ、ソロホームランね、うん、正木、柳町連打、シュートをスリーベースで1点差、うん、1番に帰って牧原タイムリーで同点という、あっという間に、やっぱねソフトバンクは怖いな、なんかこういうことがソフトバンクでありますよね、あるな、結構リードされてでもいつの間にか追い上げて1点差にそうそうそう来てたりとかね、そうそう、いやだから、まあ、5対0で、まあ、調子よくいってたよ、うん、で点の取り方も悪くないし、うん、まあ、初回にねもうちょっと点がを取れてれば、まあ、言うことなかったんだけども、うん、まあ、だけど3回にね、うん、まあ、一気に4点取って5対0にしてるわけだから、ね、いやこれはもう勢い的にももう楽勝だなと思った。で福島もそんなに悪くなかったんだよ打たれるまでは、うん、でも急にちょっとねおかしくなるというかさ、うん、まあそれで延長10回、はい、正木そう、そのまま延長までね、点が入らず行って10回表、うん、そう、で宮西がね、正木に、3号決勝ホームラン、ソロホームランを打たれて、うん、まあ6対5で負けるんだけども、うん、うん、まあただね、俺これ思ったのは、うん、ソフトバンクが有原、うん、まあ序盤にもうなんか3回までに5対0にされるでしょ、うん、でも結局ね、6回まで投げてんだよ、有原がで9安打5失点、まあ、その後0点に抑えてね、うん、で4人の継投だったんだよ、はい、一方日本ハムは福島、うん、3回3分の2、はい、7安打この5失点、うん、でもここで変えちゃうんだよね、うん、で6人の継投になってるわけよ、うん、そしたらやっぱ2人多いわけ、うん、よく言われるのはさやっぱりねみんながベストで投げることはないと、うん、やっぱ誰かが貧乏くじ引くよって、うん、多ければ多いほど、うん、まあ、それが宮西だったんだけど、うん、やっぱね先発が早く降りるとこういう結果になるんだろうなっていうのは思った、うん、だからなんて言うんだろうな、有原が6回投げた分だけピッチャーを少なく使ったんでね、うん、まあそれ怪我しなかったのかなっていうのはちょっと感じたね、この1戦目で、うん、はい、なかなかね5失点とかすると変えたくなる、変えたくなるわ、分かりますけど、あのね変えなきゃいけなかった。でもね福島はね、しかもリードされてて一気に追いついてこられると、まあ、気持ち悪いですもんね、なんかだからね、俺有原と福島はキャリアの差だったと思うよ、うん、でやっぱこう有原がまだまだ頑張れるっていうのがね、うん、多分ベンチの信頼度だったと思うし、うん、福島はまだ若いからね、うん、だから変えてやらなきゃいかんかったかもからね、うん、はいはい、はい、2試合目、はい、6対1、うん、で日本ハム、はい、うん、で3回に浅間がスクイズで先制、うん、4回万波の犠牲フライで2点、うん、7回には万波がツーベース、はい、デッドボール、うん、エラーでノーアウト満塁、うん、代打スティーブンソン、アウトになるけどもワンアウト満塁から浅間が初球を、分かる？これ言ってること、浅間が初球をタイムリー、うん、一矢満塁、また満塁になるんだけど、うん、から上川端が一走のスリーベースを打つというね、うん、で一気に畳みかけるんだけど、うん、これ何を言いたいかというとさ、浅間が先制でスクイズする、これね、まあ、非常に、まあ、スクイズし、まあ、成功するよね、うん、でノーアウト満塁からスティーブンソンが代打でアウトになるんだよ、ポップフライ上げて、うん、そしたら次の浅間ってすっごい打ちにくいんだよだけどそれを初球から勝負に行けたというところが
浅間のセンスだなと思って、うん、これも初球も甘いボールではなかったんだけども、うん、やっぱこう見ることによってあの体が固まったりだとかさする可能性もあるし、うん、でも浅間が初球をこれタイムリー打てたっていうのがあこの試合のターニングポイントだったかなって思うよね。なるほど、うん、で点を取ったことによって上川畑が一層のスリーベースが生まれたというね、うんうんうん、まあここもねスクイズの匂いがあったんだけど、うん、それを見せながら、うん、それはこう演技であって、うん、全然する気はなかったね、うんうん、まあそれは相手の心理を動かしながらスリーベースを打つというね、うん、まあ見事な攻撃でしたけども、投げては北山が8回122球3安打10三振1四球の無失点という ね、 ねえ、あいいですね、まあ、見事だった ね、 ねえ、はい、まあ、非常にボールもいってたしあの素晴らしかったよね。でインタビューでね、名前は高貴なので最高貴です、毎回言って、あんまり面白くないだけどそれがいいんですよ、まあ、そうか、まあそういうことか、 あんまり面白くないのね、そうそう、あんまピンとこないんだけどさ、また言ってるっていうのが、また言ってるっていうのはあったね、そうそう、ありましたでしょ、だからそれが狙いでした、なるほど名前覚えたでしょ、でも後期ね、うん、はい、でね、一方スチュワート、うん、6回104球4安打3三振4四球の2失点、うん、これねスチュワートのね談話がね、うん、あまずまずゲームは作れましたと言ったんだよね、うん、ちょっと違うなと思っていやあのね、うん、3回4回に、うんうん、まあ、スクイズと万波の犠牲フライで点を取られてるんだけど、うん、この先頭バッターはいずれもフォアボールのランナーだったよね。なるほどね。いやだからこういう思考で投げられてるとこれは隙があるなと思って、スチュワートはものすごい成長したし、うん、ボールに力はあるんだけど、うん、クライマックスシリーズのまあ日本ハムとまたやるかもわからないよね、うん、このままだと、うん、そんな時にこういう思考で投げられてたら足元救われるよ、うん、今から正さないとソフトバンクは、うん、いやだからこの談話を聞いた時にいやまずまずの投球ができましたって全然まずまずじゃないんだよ、点の取られてるきっかけが、取られるきっかけがね。だからここら辺はやっぱりちょっと考えを改めた方がいいかなっていうふうにはちょっと感じたね。うん、はい。なるほど。で3試合目5対3、うん、ね、万波が戻ってきたね。うん、初回もう万波もね調子が悪いから外されたりとか、うん、まあ軍司もそうだけども、うん、いやだけどこのコンビがまた帰ってきたというかさ、うん、初回万波軍司が連打。うん、もう清宮頼りになるな。今ね本当にいいですね。もうライトオーバーのタイムリーツーベース、うん、で1点を取って、2、3上川畑タイムリーで3点目というね、うん、で4回リエースがソロホームラン、ねね、バックスクリーンに、ね、なあ、まあ結構やっぱ甘いボールは投げるねみんないやいやなんかそう思うわいやだけど見事にホームランを打って、うん、で3回ワンアウト1、2塁から、牧原ヒット、うん、もうね、あそうそう3回ワンアウトこれチャンスをつかむんだよソフトバンクが、うん、ワンアウト1、2塁から牧原ヒットレフトに、うんうん、で、セカンドランナーシュート回すんだよ、うん、でも水谷が刺すんだよホームで、おー、でも負けてる段階でしょ、うん、で、まあ、回しちゃってツーアウト2、3塁になるんだよね、うん、で牧原が三あの栗原が三振するんだけどもさ、うん、これワンアウト満塁であれば栗原バッティングを変えたと思うんだよ、うん、これねなんで回しやっぱ周東だから回しちゃったんだろうな、ね、でもタイミング見たら全然アウトだよ、うん、でも水谷もね確かにねいいボールは投げてきた、うん、ホームにねもうドンピシャだったよ、うん、あれがちょっとでもそれるとアウトあのセーフになってたかもわからないけども、うん、でも試合の状況負けてるっていうことを考えると、うん、やっぱシュートでも回しちゃいかんかったな、まあね、まあここでね一つねリズムはね崩れてる、なるほど、攻撃の、うん、しかし5回シュートを川瀬のスリーベースの2本の
タイムリーヒット、うん、まあワイルドピッチで3点を取るんだけども返すんだけどもね、うんうん、ソフトバンクはだけど6回上川畑ツーベース松本のバントをエラーするんだよね、うん、ピッチャーがファーストへ暴投して、まあ、二塁の上川畑が、まあ、ホームに帰ってくるというね、うんうん、まあしかしねやっぱ回しちゃいけないところはやっぱしっかり負けたら止めるとかああバントの処理はしっかりやらなきゃいけないとかやっぱちょっとソフトバンクもこうミスが出てきてるなっていうの感じがするね、うんまあ、走塁死ということも含めてね、うん、で今日投げた伊藤5回815安打9三振2四球3失点というね、うんこの試合で伊藤が出したコメント、うんまあ、大変申し訳ないと、うんまあ、勝ったことはチームが勝ったことは嬉しいけどあの素直にこの勝ちを喜べるかというと喜べないと、うん、しかしそれはなぜ喜べないかというとやっぱり毎日頑張ってくれている中継ぎ陣をやっぱ使ってしまったと、うん、僕が投げてる時は、ね、休んでもらうぐらいの自覚で投げたいと、うんそしたら勝利は喜べる、うん、それを新庄監督がインスタのストーリーに上げてるんだよ、うん、で拍手をしてるの、うん、ここだよね日本ハムのチームの良さってなるほど、うん、もう涙が出そうになるよもうなってるまあねいややっぱりね監督がそうやってね、うん、やっぱ選手のことをしっかり見ててあげて、うんああチームのことを考えてくれてるなっていうことが分かるとさ、うん、やっぱ称賛をする素晴らしいことだと思うよ、ねえうんまあ、そういうふうな考えを持っている伊藤投手がまた素晴らしいですね、まあ、そうだねでもそれはエースとして実現しなきゃダメだ ね口だけじゃダメそうですね、うん、エースはね、うん、そう若い人がこうやって言ってまたリリーフを仰ぐっていうのは分かるけど、うんだから伊藤ぐらいのエースぐらいになってくるとね、うん、やっぱそれはもう本当に実践しなきゃダメだよね、うんうんうん、頑張ってほしいと思うねね、はい、次投げるときちょっと期待してみましょう、まあ、そうだねまあこの試合でねやっぱね好、うん、プレーも生まれてるんだ、うん、で水野がね、うんまあ、スーパープレーを見せるとか、うん、で清宮がバント処理をね、うんサードを封殺に行くとか、うん、上川畑が1、2塁間の打球をね候補して一塁でアウトにするとか、うん、やっぱり乗ってきてるね日本ハムはね、うんうんうんあまあ、ね少ないですもんねここのところ、まあ、そうだね、うん、だから2位は死守していくかなっていうような感じはする ね、うん、ねはい、はい、ということで次オリックス対千葉ロッテはい、オリックスカスティーヨ、うん、宮城エスピノーザ、うん、でロッテカイケル、うん西野タネイチという、はいね、1試合目、杉本、うん、オリックスが 1-0 で勝ちましたね1-0でね、はいうん、杉本のプロ初のサヨナラホームで勝ちというこれが唯一の得点9回の ね8号ソロっていうことでね初のサヨナラっていうのはちょっと意外でした、はい、杉本選手、はいうん、でね、まあ、この試合カイケル、うん、7回94球、うん、3安打5三振、うん、2四球、無失点というね、うんまあ、非常にやっぱりこうサイ・ヤング賞を取っただけあって、うん、コントロールもいいしやっぱボールを動かすねよくねうんだからなかなか打てないとは思うけども、うんまあ、こういうピッチャーが投げてる時にやっぱ点を取ってあげないとねっては思うな、まあねうんで一方カスティーヨ、5回78球、うん、2安打6三振、1四球1デッドボールの無失点ということで、うんうんまあ、両方ともね、まあ、これ投手戦だったんだけども、うんまあ、無失点に抑えると、うん最後に杉本が決めるんだけども、うんまあ、杉本1、2球目ストレート、うん、で2ストライク簡単に松田から追い込まれるんだ、うんで3球続けてスライダーを見逃すこれ手を出してもいいなと思うところを我慢して我慢して我慢するんだよね、うん、いやそれでフルカウントになりストレートをホームランするんだよ、うん、このストレートは杉本が投げさせてるねなるほど我慢して、うん、だからこれはねやっぱ
杉本が描いた演出だわ、うん、それを主役をちゃんと演じたというね、うん、最後まで、うん、この打席はねすごく見ていて味があったな。なるほど、ね、杉本もっと打たないとな、はい、ねえ、でもすごい劇的な、まあそうだね、0-0 できて9回裏に、はい、サヨナラホームランの1点で勝つって、そうだよ、めったにないですね、はい、うん、でなんか本も出したみたいで、ヒーローインタビューで本を披露してるって、ね、披露してたけど、うんうん、まあ、あのサヨナラ打って、うん、あの最後こう場内一周かな、うん、なんかライトスタンド行って挨拶して、うん、その本を子供にあげてたけど、うん、なんか子供めちゃくちゃ嬉しそうだったやっぱりね、まあいいことしたね、杉本はね。ほんと、何の本なの？いや、なんかね、俺がラオウになるまでとかなんとかっていう、杉本選手ができるまでみたいな、まあそう、そうできるまでというか、そうなるほど、楽しみな本ですね、はい、それはそうだね、子供にはとてもいいかもしれないですね、あの読書感想文に行って、あ、なるほどね、夏休みのねまあ読んだ人はこれに差し替えてくれとっていうふうなことを言ってたけど、うん、はい、いいかもしれないですよ。まあ見事なホームランでした。はい、はい、で2試合目、うん、1-0ロッテね、はい、またね、はい、また1-0だよ、すごいね、本当にね、オリックスは点が取れない、うん、でロッテも状態悪い、しかし9回代打角中、ツーアウト満塁から押し出しフォアボールで1点を取るという、これね、渋いな、また9回にこういう点の取り方ってね、まあそうだな、でも角中はやっぱしぶといわ、うん、これ言っとくけど、うん、なぜこれだけしぶといかって言ったら、うん、やっぱそれなりの練習してるもん、うん、やっぱね、常に打ってるよ、うん、常にゲージに入ってボールを相手にしてるという、うん、だから執念が生まれてくるっていうのは、うん、俺はね、角中見ててね、分かるような気がする、うん、やっぱね、練習量はね、執念に変わる、うんうん、あるところからね、うん、だから嘘はつくかもわからん、うん、やっぱボンダするからね、うん、いやだけど俺はね、執念に変わると思うよ、うん、しつこさとか、うん、だからもうこの角中が一人いるだけでやっぱりね違うと思うよ、うん、で連敗を止めるしね、この一つのフォアボールがね、はい、うん、で西野6回、はい、100球3安打4三振、うん、3四球の無失点というね、うん、で宮城がかわいそうだったな、8回、110球5安打6三振、うん、無四球無失点という ねでオリックスは13残塁、うん、ね、でオリックスは今季20度目の完封負けという、うん、20回も完封されてんだよ、どうして、なんか俺宮城の時は半分ぐらいあるんじゃないかなって思うぐらい、うん、宮城に援護点がないんだよ ね、うん、まあだけど、まあロッテはね3位争いをしてるから、うん、ね、まあ、2位とか3位とか、うん、まあ、下からはね楽天が追っかけてきてるから、ね、やっぱ負けるわけにはいかないんだよ ね、うん、そこの場所をキープするにはね、まあそうだね、まあ1-0なんとも2日続けて、ね、そうだよ、なかなか出ずっとそうだもん、西武の時もそうだったからもう慣れてきたよ、だいぶ過去の、まあ、また1-0かってなる、うん、はい、ね、で3試合目、はい、これはちょっと点取ったぞ、ちょっとよ、2-0ねオリックスちょっとよで6回藤岡ポランコ連打、うん、ノーアウト1・2塁からで、ここがね多分ねロッテの唯一のチャンスだったと思うんだよ、6回、うん、藤岡ポランコ連打、うん、ノーアウト1・2塁から、うん、外三振、うん、佐藤俊也レフトフライ、はい、高部がセカンドゴロ、うん、まあその前の回にも5回もツーアウト満塁というのを作るんだよね、うん、まあ、だけど藤原が三振とで7回オリックス、うん、ツーアウト三塁から太田タイムリー、これもね高部がね飛び込んだんだけど、うん、グラブから出たのかな、取れんかったかな、うん、だからタイムリーになってそれが点々とする間に、まあ、太田もセカンドを落とし入れるんだよね、うん、そのツーアウトセカンドから、まあ、西野がタイムリーというね、で2点を取るという、うん、まあでもね、ロッテを見てると4安打、これでは勝てないな。ねえ。
難しいですね。まあ、なかなかちょっと調子が上がってこないね、ロッテはね。あとロッテ、オリックスともにちょっと打撃があってて、オリックスこの日はね、12安打です。そうなんだよ。でも2点しか取れない。そうなのよ。なあ。ちょっとなんかうまく噛み合わなかったですかね。そうだね。まあ、ただ、その、なんていうんかな、まあ、カイケルも種市も、うん、まあ、西野もね、うん、勝ちはつかなかったけどチームは勝ったということだったんだけども、うん、やっぱね点が取れてないわ、うん、だから種市も7回105球、うん、10安打、うん、8三振、まあ、よく頑張ってると思うよ。10安打打たれながら、ね、あ、まあ2失点に抑えたけどもね、まあ、だけど負け投手というね、うん、でスピノーザ、まあ強者で投げると抜群の成績だって言うけども、うん、6回98球4安打2三振3四球1つのデッドボールに無失点というね、うん、まあ、そういう試合になりました。はい、まあ、ロッテはねずっと勝ち越しがないわけよ、うん、ね、今3位にいるけど本当にね楽天以下にはでは本当に分からなくなってきてる、うん、ね、その楽天戦、はい、西武対楽天、うん、ね、西武の方は松本、うん、今井、竹内、はい、で楽天の方は藤井、岸、小蛇、1試合目、2対1で楽天、うん、辰巳の先制ホームランが初回に出る、はい、で4回には小郷のタイムリーヒット、うん、で藤井、ね、今日の先発、うん、まあ、久しぶりにいいピッチング、この日ね、この日ね、うんうん、非常にいいピッチングになったというね、うん、6回92球3安打3三振1四球の無失点というね、うん、まあ西武はね、まあ、松本、まあ中継ぎに入ってたんだけど、うん、この日はね先発に久しぶりに先発したんだけど、うん、まあブルペンデーだったね、うんうん、松本がちょっと3イニングを投げる形にはなったけど、うん、あとはつないでいったけどもね、うん、まあだけど、まあ、2対1ということで負けた。で則本が25セーブ、うん、まあ、アブレイユが追っかけてるんだけど、あ、4つ差21個ね、うん、アブレイユが、うんうん、まあ、則本が転向後すぐタイトルを取るかっていうね、うん、ところまで来てるね、うん、はい、で2試合目、3対2、うん、西武今井が6勝目、全部楽天戦、うん、6勝全部が、うん、まあ、2点を追う7回、佐藤龍世ホームラン、はい、まあ、外崎ヒット、ガルシアフォアボール、ツーアウト1・2塁から古賀がタイムリーで同点、うん、続く西川がツーアウト1・3塁からライトへのタイムリーヒットで逆転ということで、やっぱこう今井は楽天戦に月を持ってるのかなっていう、まあ、感じはするけどもね、うん、なんか古賀のヒーローインタビューで、うん、まあ、今井さんを負けさせるわけにいかないと、うん、いうことであのチャンスは気合を入れていきましたというね、うん、でやっぱタイトルをちょっと狙ってるみたいだけども今井が、うんうん、奪三振の、はい、タイトルを狙ってるみたいね、うん、でイニング数よりも今三振の方が多いんで、うん、これは開幕前から目標にしてたことだと。今1位なんだよね、うんうん、奪三振がね、うんうんうん、だからまあ頑張ってほしいと思うけども、うん、まあ、この日は7回105球、4安打6三振、4四球の2失点ということで、うんうん、まあ、ゲームはねしっかり作れるピッチャーだし、ただ不満は7回投げて6三振しか取れてないっていうのがちょっと本人の中では不満かもね。なるほどね、はい、うん、で岸も良かったんだ逆転されるまで、うんうん、6回3分の2 97球、4安打6三振1四球の1つのデッドボールをね3失点というね、うん、まあそういう試合でした。はい、で3試合目は面白いよ。竹内対小蛇、うん、ね、2対0楽天、ちょっと竹内が勝てなくなったなって思うな。なんかちょっとね。そうだね、うん、で4回阿部が先制ソロホームラン楽天、はい、これはねちょっと高めに浮いたボールをホームランされたけども、うん、ちょっと元気な時はあの高さだと、まあ、ちょっとベルト付近よりちょっと高かったんだよね、うんうん、そこだとちょっと体に元気が残ってる時ってファールになってたと思うんだけど、うん、
これをしっかり持っていかれたね、うん、で5回牽制ミスからピンチを広げて小深田のセカンドゴロ、うん、これをね竹内がベースカバー遅れるんだよ、うん、それが内野安打になり、まあ、1・3塁から村林がタイムリー内野安打と、うん、この牽制もね山村と呼吸が合わなかったんだよね、うん、山村が逆疲れてたのよ、うん、味方が、うんうん、まあそれで取れずに、これあの1ファーストの記録上はエラーになったと思うんだけど、はい、やっぱこういうことからやっぱ勝てなくなってくる、何か狂うというかね、狂うな、うん、で竹内7回105球8安打6三振無四球無2失点というね、うん、まあ無四球というのは立派だし、ね、ちょっと打たれる確率が高くなってきてるけども、うん、やっぱしっかりしたゲームは作れるピッチャーだね。で小蛇、はい、5回89球、うん、1安打4三振、はい、3四球の無失点ということでね、うん、でこの試合5回しか投げないから、うん、まあそのリリーフを仰ぐんだけども、うん、鈴木空、はい、8回2死満塁を作っちゃうんだよ、うん、でバッター源田もう1本出たら同点もしくは長打だったら逆転っていうとこだったんだけども、うん、まあ源田を抑えるということでね、うんうんうん、で9回は則本が26セーブを上げて、まあ、勝つという、うん、まあだけどやっぱ竹内のそのピッチングっていうのは決して悪くはないし、うん、やっぱ援護してあげたいな、うん、やっぱそれまでこうなんていうのずっといいピッチングしてるしさ、なんかこういう時に援護をしてあげられるとやっぱピッチャーって育つのになって思いながら、はい、ね、なかなかね、はい、難しいですね。まあ西武もねもうすごく連勝したりだとか、ね、雰囲気がいい中、うん、やっぱ楽天がちょっと踏ん張ったね、ここ、うん、この3つのカード、うん、3試合はね、うん、でロッテと2ゲーム差になっちゃったよもう、うんと、そうね、楽天ね、うん、もう2ゲーム差に来てるね、そうそう、うん、いやだからちょっとロッテは頑張らないと危ないよこのままだと、ねね、で、まあ、日本はいい感じで、うん、行ってるかな、まあ、1位まではちょっと難しいかもわからないけども、ね、やっぱり2位と3位じゃ全然変わるからね、そのね、場所もあるし、ね、場所もあるしね、うん、スコンでできるかどうかっていうのも大きいし、いや、スコンでできればそれはねっていう感じですよね。ああ、でエスコンがね建設された初めてのクライマックスシリーズをね、うん、できるということはやっぱ嬉しいだろうし、ね、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、ね、次は、はい、さっきちょっとねセ・リーグは言いましたけど、はい、ヤクルト巨人、はい、DeNA 阪神、うん、中日広島、はい、はい、パ・リーグは日本ハム楽天、うん、ロッテ西武ソフトバンクオリックスというようなカードです。日本ハム楽天、うん、はい、ロッテは西武、まあ、西武はねいい感じにはなってきてるからね、そうよ、ただお客さんなんだよね今年はね、ロッテがものすごく強いんだよ、ね、西武に対して、うん、だからここできっかけをつかめるかどうかだよ ね、まあ、西武もね、はい、変わってるからね、いや変わってきてる、状態がどんどん、うん、だからちょっとそれは分かんなくなってきましたけど、まあ、目が離せないですね。ただその台風が来てるんで、そうそう、まあ、どういう状況になるかわからないけども、もう今ねゲリラ豪雨だったりいろいろね気候がちょっとおかしくていろいろ冠水したりね、まあ、そうちょっと被害出てたりするので、そこら辺ちょっと皆さんお気をつけいただいて、はい、はい、ね、またいい3連戦をしてください。はい、はい。